ちょっと気が。何がだ。翔太のことです。変なことに巻き。すみません桐生さん。いや、いい。まさかさやちゃんが店にツケがあるなんて。バンス。ああ、ホストが店に金借りることです。自分のお客さんが払えなくなった回収はホスト自身。じゃあ翔太ってやつは。いや、ちょっと考えづらいですね。うちの店。翔太はどうしたの。今日は早番だったんで。桐生さん、翔太が言ったの。町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのか。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがない。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。その町金の場所わかるか。ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。どういう関係なの？ん？まあ仕事関係で世話になったことがあってな。やっぱりそうじゃないかと思ったのよね。わかるのか。だって桐生さん、どこからどう見てもヤクザだもの。四課の人って本職の人よりそれっぽいって言うじゃない。え、四課。ほんと刑事って周りのこと見えてないんだから。もっと普通の公務員らしい格好をしてほしいのよね。まあそういうことにしておくか。さやはいつからカムロ町に出入りしてるんだ。半年くらい前から。学校もつまんないし家でも喧嘩ばかりだし、そんな時翔太に出会って。借金をする羽目になったんだか。子供が背伸びして大人の世界に首突っ込んだ結果がこれだ。一人前に扱われたかったら自分で自分の責任を取れるようになるんだな。ちょっとそんな言い方。俺にもそういう時期があったんだよ。え？自分が何もできねえガキだということも分からず勝手に突っ走った挙句。おい、どこのお前。まあ、ぶっ殺すぞ。何なんだ。伊達さんとは普段どんな話をするんだ。最近は何も。ドタキャンばっかだし、あったらあったで
つまんなそうにしてるだけ。待てよてめえ。この間なんか髪型ガラッと変えていったのに何も言わないし、刑事のくせ勘が鈍いんだから。それは違う。いい女の子いますよ。伊達さんはきっとお前の内面を大事にしているんだ。内面？ああ、お前をサヤという一人の人間として見ているからこそ、髪型や服装が変わったところで見方を変えたりはしないんだ。嘘。お父さんがそんな風に思ってたなんて。そうだったんだ。多分な。お父さん、話をつけに行くって言ってたけど大丈夫かな。話して片付くほど借金は甘くないぜ。話しても無駄ってこと？なら、なんでお父さんはあいつらのところに行ったの？伊達さんは何も考えちゃいねえよ。え？自分の娘が売られるかもしれねえって時にいちいち考えて行動なんかできないさ。とにかくお前を守りたい一心で向かったんだ。お父さん。ちょっとそこのお前。お前ら。ねえあんた、さやの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ？店のツケが20。俺が立て替えたから利子と合わせて400。翔太はさ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。ん、うん、おい翔太、何やってんだ。こいつサツか。へえ、四か、丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ。お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたらさやの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ翔太。なんで？薄情な親父だねあんた。娘、大事じゃないの？大事だ。大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあさやはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはサヤより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げ切れないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにサヤはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん。なんだてめえ。あんた初めからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。一緒にぶっ殺してやる。
20が400だって？冗談にしても笑いやしねえな。いえ証文出せよ。借りができたな、キリュウ。いや。お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。 お父さん。サヤ、俺はダメな親父だ。10年前お母さんとお前から逃げ出した。だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サヤが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目に遭ったら俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。キリュウ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい伊達君。今のが伊達刑事かね？はい。どうだ須藤君、誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか？わかりました。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき、聞いたで。踊れの子分に手合いとるようやの、錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろ。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、キリュウに組を持たせたいだけや。
飛竜のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが飛竜の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。カタギにでもなれや。おい、キリュウ。こいつを見てくれ。これは？今朝、東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨。死因は頭部挫傷及び出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これは。どうした。この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。ああ。こいつは二代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその堀氏が。ああ、俺の背中も掘ってくれた。占領通りとピンク通りの間の竜神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥かには酷だ。あいつには伏せておく。ああ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。何か分かったら連絡しろよ。じゃあな。